こんばんは、こんばんは。どうぞ自由にコメント入れてくださいね。どうぞ。ありがとうございました。王子さんでよかったのかな。王子さんでいいんですね。今日はね、3回目の、今日3回目になるんですけど、 YouTube 登場というか、 YouTube 使うのはで、1回目と2回目、1回目はアルペジオの、アルペジオの演奏した、真面目に演奏したものを一つと、あと、そのアグアドの解説ですね、をしたものが一つと、で、今、3回目の YouTube 配信になってます。まあ、どれだけ暇なのかという、どれだけ暇なんですかということですけど、暇です。もう、緊急事態宣言が出てからは、今日はもう一日引きこもりですね。一日引きこもりでどこも出てません。買い物の方は、私の家内の方がしてくれてるので、一歩も出てないです、家から。というところでぼつぼつ本題に入りましょうかね。前回は、私、今日でこう3回目、自宅待機中のギターレッスンと題して今日は3回目ということで、まだまだですね、たくさん教えたいことはたくさんあるんですけど、今日は左手に関することですね。右手ではなくて左手の方ですね。で、何からいきましょうかね。左手のことに関して、最もその何ていうかな、重要なことというかヒントになることですよね。これは私なりの練習マーク。Good evening, 練習マーク。And thank you for your comments every time.I am very appreciate for you.
Today's lesson is about left hand. Today's lesson is about left hand. And I'm going to explain the special thing. This is my my opinion and for my case. では左手のことですね。まずですね、左手はですね、Well, let's start with this. Let's prepare your photograph pen or something pencil. でまあこれは右手も左手も同じことなんですけど、まあ、前回私が右手のことに関してですね言ったこういう形を取らないということですよね。右手の場合ね、こういう形を取って、こんばんは岡田邦之さん、こんばんは。だからこの関節を使ってまあとにかくソフトに何かをタッチする、何かをソフトにタッチするときの手の形が理想的だということなんですね。手首が柔らかくて、でこれは左手もそうです。で Please hold the pen like this。 こういうふうにちょっと持ってみてください。何でもいいです、ペンを用意してもらってですね。でこの形ですね、この形、これがネックを持ったときと同じ自然になればいいですね。ここで、だから皆さんは例えばこういうペンを持つとしたらですね、こんなふうには持たないんですよ。こんなふうには何かこう物を持つ、例えばですね、例えばまあこういうものですね、これ物を持つときにですね、こう持ちますよね。こうは持たないですよ。何かを、これは何かを掴むときですね。これはね、何かこう物を持つときというのはこういう手の形なんですよ。はい。ね。だからこれも同じで、ね、こういうふうに持つということはこういうふうに持つということなんですよ。これが一番理想的なんです。こうじゃなくて、右手も左手もね、It's both hands, it's the same. Don't do like this. It's, I don't like this.こういうふうに柔らかくこういうふうに持っていくんですよね。こういうふうに右手も左手もここだと、これがまあこの左手に指に関してですね、いい動きなんですね。こうだから、ということはどういうことかというと、まず最初にねギターを始めた時にこちらの方ですね、ギターの指を立てましょうということで、かなりこういうふうにですね立てて始める人が多いんですけど、こうするともうここが硬いんですよ。だから私は少し寝かせて押さえてもいいと思ってます。こういうふうにソフトにタッチして、こういうふうに、ほらラファエルシンプレムチャスグラシアコムシンプレムチャスグラシアス、こうですね、こういうふうにタッチ、ソフトリー、こんにちはこんにちは。でこの押さえ方ですごく顕著なのが、僕は非常に、面白いなっていうかね、顕著なのが、皆さんがご存知かどうかわからないけど、ジュリアン・ブリームという、イギリスのギタリストがいるんですけど、ジュリアン・ブリームはですね、もう本当にここの指はですね寝かせて押さえます。もうだから
ここの第一関節がこう折れ曲がってこういう感じで押さえるんですよ。ジュリアン・ブリン、hold the string like this. push the string back this. こういう。or set them. not do like this. not so grip or hold like this. This is my opinion. Okay, this is my advice. And one more thing. で、まあ、もう一つのことですね。これ持ったときにですね。Please look. If you hold the pen like this,You can notice the middle finger, under the middle finger, thumb finger. This is stable. この状態が一番、中指と親指でこういうふうにつまんだ状態が一番安定するんです。これが一番安定する。I like this. 例えば、これは少し不安定です。A little unstable. This is better. で、今度は薬指ですね。これも不安定です。で、小指はもっと不安定ですね。This is for me best. Because, なぜならば、この中で、5本の指の中で真ん中だからですよ。真ん中だから、これが一番安定してるんです。だから構えて押さえた時に、中指の下に親指が来るようですね。これが一番ベスト。私にとっては一番基本的な位置なんですよ、これが。ということです。それから、あと親指の位置ですけど、ポジション、シチュエーションの部分、サンフィンガー、here, as the center of neck, or こっちですね。でできるだけこう出ない方がいいです。It's too bad. Like フォークギター。こうエレキギター。エレキギターはこうやりますよね。こういうふうにですね。例えば。フォークギターの場合ですね。こうやりますよね。こうでしょ。こう押さえますよね。で、これをすると、一番問題なのは、こういうふうにしたときに指が広がらないということなんですよ。指が広がらない。で、フォークギターとかエレキギターの場合は、クラシックギターのように、複雑な和音を使うことはないので、もう単純にですね。わかりますよね。で、クラシックギターの場合は、指を広げないといけないということがあるんですよ。こういうふうにですね。この時にこうしてたらもうこれ広がらないです。こうじゃないと。だから親指は、That's the reason some fingers should be center of neck. ですね。で、これがまあ、二
2つ目ですね。それからもう一つですね、まあ今度は力で抑えるわけですけど、まあ抑えるわけですけど、その時にですね、引っ張る力でをメインに使うということです。どういうことかというと、please try, for example, please try without and not put, not touch the, to the neck. And, まあ、離すですね。Please release to the neck. And please try, for example, some scale. 例えばですね、親指をここにつけないで、こういうことをトライしてみてください。親指をここを使わないで。これ親指使ってないですね。でこれはどういうことかというと、向こうにあるものを手前に引っ張る力なんですよ。この力です。でこの力とあとはこの握る力ですね。Muscle of grip。これの比率がですね、僕は7対3か8対2か7対3ぐらいでいっちゃうんですよ。でこれは握ることになってくると、これがもう極端に言うと10対0ぐらいになって、握る力だけで抑えようとしますから、そうじゃなくてですね、向こうにあるものを手前に引っ張る力で、この力です。 This force、わかります。それとこの握る力と、例えば、for example, the sail. So we can use the muscle of grip. まあ握る力もちろん言います。セーハの場合ですね。これもまたセーハの場合もね、またちょっとセーハはセーハでちょっと別の機会を設けましょう。制覇で悩んでる人は結構多いので、それで引っ張る力ね、引っ張る力と、で、親指をのけてですね、親指を使わないで、ここ離してちょっと練習してみてください。これ、ただね、言いたいのは、いつもじゃないですよ。皆さんに言いたいのは、このことを、ギターの演奏、なんか曲を演奏してるときにやりなさいというわけじゃないですよ。じゃなくて、この力を感じるために少し親指をのけてですね、ちょっと練習してみてください。今親指しか使ってないです。どうかな、ここかな。こうですね、引っ張る力ね。で例えばですね、One more example. I'm going to explain one more example. If you are a piano player, ピアノを演奏していると思ったら、例えばですね、なんか本がないから。例えば、ピアノをこう弾きますよね。ピアノをこう。ピアノ弾くときに、鍵盤をですね、こうはしないですよ。完全に上から押さえて、こう押さえるか、あるいは叩いてピアノ弾きますよね。ピアノでピアノの鍵盤がこうだと思えば、こちらの方にピアノがあると思って、こういう感じですね。例えばピアニカとかですね。そうすると分かりやすいんですよ。ここがピアノの鍵盤だと思って、あるいはピアニカだと思って、こういう感じです。まあ、それと、あと何を押しようかな。で、まあ、7対3ぐらいの割合、ね、
7対、今の力が7対3、引っ張る力が7で、親指使うのが3、7対3ぐらいね。70% and 30%。ということですね。まあ、これを押さえる時のポイントですね。まあ、これは今、ちょっと私が今話しているのは、どちらかというと、初心者というよりは少し中級者向けなんですけど、まあ、あとは皆さんよくご存知ですね。もう今日見てもらっている方は、ほとんどギターの経験者がほとんどだと思うので、例えばフレットのところ、フレットギリギリのところを押さえる。これ大事ですよね。フレットギリギリを押さえるということと、あとはですね、これも大事なポイントなんですけど、押さえたら下に引っ張らない。これは先ほどの今言ったことと関連するんですけど、握ろうとすると弦を引っ張ってしまうんですよ、下の方で。皆さんね、鏡でね、例えば F コード、 F の形ですね、この形分かりますよね。例えば金字ータスの時のここの、この時の中指を皆さん鏡で見てください。そうするとですね、この指が結構中にこういうふうに引っ張ってしまってる人多いんです。これはなぜなるかというと、こういうふうに握ろうとするから下引っ張ってしまう。で、どういうことかというと、指はですね、どちらかというと押さえて上に押し上げるように持っていった方がいいんですよ。ということは伸ばす筋肉なんですね。で、このことを、松田先生ですね、これもちょっと皆さんにお見せしましょう。まあ、これは本を開いて見せてますので、著作権侵害にはならないと思いますので、ですね、松田先生が言われている、左手のテクニックのことに関してですね、ここの部分なんですけど、ここですね。ちょっと字があれで見にくいかもしれないんですけど、指の筋肉の緊張の方向、この方向の問題は非常に大切で、左手の動作の基本的な合理性はここから生まれてくると。で、弦を押さえるときに指を手のひらの方向に曲げるのではなく、曲げるとのであると、錯覚ないしは先入観を持ってしまう。そのために弦を下に引っ張る感じになってしまうので、上記の方向意識を持ってすれば指の筋肉は伸ばすのであるということに気がつくはずであると、これは松田先生の最新ギター教則の中に書いてくれてるんですよ。で、どういうことかというと、指を伸ばす筋肉で押さえるということ。そうすると下には引っ張らないですよね。だから、これも非常に重要なことなので覚えておいてください。押さえたら、今皆さんギター、今私の今説明している目の前でギター持ってますかね、皆さん。All the audience here are having classical guitar now. So please try and please hold the guitar. で、please try、まあ、これ長距離みたいなもんですけど、上に押し上げてみてください。で、上に押し上げるとですね、次に例えば、for example, if you have some high position and low position, you can feel these fingers move easily. 上に押し上げる状態にしておるとですね、ここにの伸びる筋肉を使って押さえていると、どっかのポジションに移るときに移りやすいんですよ。で、その反対をやってみてください。And please try opposite
movement.、This is a butt movement. Please pull the strings down. 例えばこう引っ張ってみてください。これ悪い方、悪い実験ですけど、引っ張るとですね、次に映るとき映れないんですよ。下に弦を引っ張ると次に映るときに映れない。というのは分かると思うんです。まあ、この両方をトライしてみると分かりやすいと思うんですね。押し上げるふうにすると次のところにパッといけれる。押し上げておくと次にパッといけれるけど、下に引っ張ると次に映れないんですよ。どういうことかというと、これは当たり前なんですね。あの下に引っ張ってるということは、一回ここで緩めて、次またここが来たときにまたここで押さえないといけないから、それだけ手間がかかってるんですよ。無駄なことが起こってる。で、伸ばす筋肉で押さえてると、次に持っていったときに、もうこのまま、もうこれは飛ぶ準備ができてるわけですから、さっといけれるんですね。さっといけれる。これも非常に今日皆さんにお伝えしてるのは、大事なポイントなんですよ。時々私も力が入ってると、自分の、ビデオですね、録画したものを見てみると、やっぱり下に引っ張ってますので、引っ張らないようにした方がいいですね。それから、あとですね、This is very important. One more thing. ですね、この弦にまだ指先がですね、この触れるという動作がすごく大事なんです。これまあ前回もちょっとこう話をしたと思うんですけど、皆さんこの弦をですね、どっかポジションを押さえるとすると、押さえることしか考えてないでしょ。空中からいきなりガツンと押さえようと考えますよね。でも本当は弦に触れるという動作が一つ含まれているんですね。例えば私たちが何か、例えば電気のスイッチですね、何かスイッチを入れるときとか、何かこう一つ何かものを動作するときですね、必ずそこに触れてから次の動作に移るんですよね。まあこれは全然やらないでいきなりのが打楽器なんですけど、打楽器じゃなくて私たちはこれ弦楽器ですから、軽く触ってから押さえ込んでいくということ。そんなこと言うとですね、こういうこと言うと、いや先生そんなこと言ってたら間に合わないじゃないかという話なんですけど、それをやっぱり瞬時にできているということなんです。ですからまずは触るということなんです。私今これ押さえてないです。ここを触ってるだけなんです。例えばドリマサーシのドで、右手もそうです。右手も触ってるだけです。両方ともで、ここから左手は押さえ込んでいって、右手をこれから押さえ込んでフレットについた時点で弾いてるわけです。まあ開放弦の例で、その次のミも触ってるわけですね。Touch. I want to say, most important thing I want to say is touch the string before the push the string.ホールドスイング、タッチなんですよ。軽く触る、押さえる。よろしいでしょうか皆さん。どうぞご自由にコメントしてください。何か疑問に思うことがあったら触ります。押さえ込みます。これが非常に大事ですね。それからですね、何からいこうかな。あと、one more thing important is、 これもね、皆さん案外気がついてないことなんですけど、ギターはフレットがありますよね。フレットがあります。で、押さえたらですね、フレットに当たって音が出るんですよ。フレットが出てますね。そこに押さえ込んでいって、まず触ります。それから押さえ込んでいって、
弦に触れた時点、弦にごめんなさい、フレットに触れた時点で音が出るんですね。で、このギターというのはですね、この、借りにくいかな、これで、うん、ちょっと難しいかな。ここのところですよね。ここはですね、こちらからこう、押さえても、ここの、あの、シワ、フィンガーボードにはつかないんですよ。ここをぐっと押さえ込んでいっても、フレットに当たっても、この、弦そのものは、ここのフィンガーボードには当たらないんです。押さえ込んでいっても、フィンガーボードには当たらないんですね。ですから、これを意識しないと、シワのところまで押さえ込もうとすると、力が入りすぎてしまうんです。ぐっと力を入れてしまって、わかりますかね。だから、I want to show you, for example, ここを押さえてもですね、ちょっと見にくいかな。ちょっとダメか。ちょっと見にくいね。こうなってて、どうかな。例えば、こうか。こう押さえてもですね、こう押さえても、この間はつかないんですよ。抑え込んでいってもここの間は隙間があるということなんです。抑え込んでますね。だからフレットに当たる感覚を少しなんていうんですかね、気にするというか。わかりましたね、皆さんね。いいですか。それと、not use your なんていうかな、力ね、力を your power。Don't use your power, too much power, or squeeze, push the string to the fret board. わかりますね。それとね、もう一つ皆さんのために意識改革をしましょう。Please change your mind. Please try like me.ギターを横にしてですね、ちょっと待ってください。ギターを横にしましょう。And you are beginners, me too. And when I was young, when I started with classical guitar, I didn't know how to play, soI started with guitar playing style like this, and I put the finger like this. まあ私が、ああよかったよ、中村さんいらっしゃい。わかりますね。で、ギターをこう横にしてですね、最初私も最初にギター始めた時はこんなんです。それでね、ちょっと前置きが長くなりました。ごめんなさい。で、ラの音ですね。3弦のラの音わかりますよね、皆さんね。をギターを横にして、上から指先で押さえて音を出してみてください。皆さんが、もう全然、皆さんが全くギターを知らない初心者だと思って。そうするとですね、Please feel how much power you're using. そんなに強い力いらないでしょ。もう本当にちょっと押さえただけでラの音が出るんですよ。こんなに
少ないですよ。You can feel very little, very small power. And if you hold the guitar like this, normal style, で、通常構えたときに、このときですね。このときに、さっきよりもはるかに強い力で押さえてるはずなんです。ここはですね。それ感じるはずなんですよ。だからギターを構えて、あ、ギターを、まあ、通常の構え方でさあ演奏しましょうとしたときに、この左手はですね、皆さんが思っている以上に強い力でここを押さえていることが多いです。で、それちょっと分かってくださいね。Where do you come from? I'm from Japan. Nice to meet you. それでですね、もう一つぐらい、かなり今日は皆さんにお伝えしましたよ。まあ大体あのこのギター教室、私のギター教室での大体、メインなことですね、初心者に教えるメイン的な左手に関することですけど、を教えました。あとですね、あのギターの構え方が重要だということは前回皆さんにお伝えしたと思うんですけど、その構え方が重要な中に、この左手のですね、この角度というのがあるんですよ。この角度ですね。Please prepare four fingers on the string you like as you favorite string. Choose your finger. Choose your strings. 例えば6弦でもいいです。1弦でもいいです。乗せてみましょうか。まず1弦の上でも乗るかどうかなんですけど、まず 4つの指ですね。1弦の上に乗せるんですね。乗せて、で、そのままですね、ゆっくり押さえないで、このままレールの上に乗ってると思って、このままこういうふうにですね、動かしてみてください。もしここのところで、この12フレットのところで、ここが使えるようであれば、この手の甲がこちらに落ちすぎです。例えば、こういうふうにあの押さえている人だと、ここに当たってしまいますから。当たってしまいますので、ここで起こさないといけないので、最初からですね、こういうふうに少し起こしておいて、このまま、This is like a train, and on the rail. で、脱線しないように、こう持っていくんですね。はい、こんばんは。お世さんいらっしゃい。この動きです。これ、意外に難しいんですよ。This is a little or very difficult technique than you can, the things you can think, you think. ともみまおさん、こんばんは。クラシックギターを始めて3年になります。未だに左手の力の入れ方のコツがつかめません。参考にされる。どうぞ。とにかく、今日のことをまたですね、これ残しておきますので、どうぞ見てください。一つは握りすぎないこと、それから押さえるときに押さえることだけしか考えてなくて、そこのところにまず持っていく、あるいは触れるということの動作が入るということが一つです。そのためには時間かかりますよ。それから今教えてる、この左手がですね、弦と平行に動いてるかどうかなんですよ。意外にこの弦と指とが平行に動いてないので、例えば、For example、 平行に動くかどうかですね。
ですね、このまま平行に置いていきますから、こうですよね。このところで この方向に行きますから、この下へ。ものはこう来ますよね。おお、アルハンブラ。で、例えばこういうふうに構えた、こういうふうに構えるとですね、まあこういうふうに構えるとここの腕はこう動きますよね。こう動きますよね。だからギターをこう弾いててこう動いてるわけ。こうか。ムーベンマイスラ、グラティアス。こうやってるか。わかります ?If you are baseball player or テニスプレイヤー。例えば、皆さんが野球選手だと思って、いつも振ってるのがこう振ってるとしますよね。野球のバッターが。それがですね、いつも同じ角度で振ってるはずなんですよ。それをこう振ったり、こう振ったりしてないはずなんですね。で、ギターも同じで、やっぱり常にこの左手のこの動きっていうのは、いつも弦に対して平行に動かないと、これがこう構えたら、これまたこうなりますから、これ間違い起こりますよ。わかりますね。だから、こういう練習も非常にいいと思います。ゆっくりですね。こう持っていって、こう来て、またこう来ると。で、こういう感じですね。こういう感じ。こうなればいいんですよ。なかなかできないですけどね。やっぱりちょいちょいのギタリストはこれができてるんです。これができてるんですね。まあそのぐらいかな。今日は左手のことに関しては、About I'm today's lesson is explaining about left hand how to use and these areMost important elements. Este es muy importante para las cosas de la mano derecha. No, de izquierda, perdona. Mano izquierda. ¿Sí? あとはどうしましょうか? I'm a little tired.こんばんは。引く力というのは目から鱗です。肩から手首までの力を使って引くイメージでよろしいです。そうです。だから結局ね、前回の右手のことに関しても言いましたけど、右手も左手も結局、使うのは体全体を使うわけなんだけど、やっぱり肩から来てるということなんですよね。両方ともですね。両方とも肩から来てて、まあ、これをスポーツに考えると、スポーツだとすれば腰ですよね。スポーツは腰側からの体幹の一番中心になって、そこから全てのスポーツの動きが始まりますけど、ギターの場合は、腰までは始まらないので、じゃあどっからかというと、やっぱり肩から考えていかないといけないでしょう。肩から肘、手首、指先というふうに考えていって、それぞれの体の機能性を生かした
ことを考えないと、やっぱりテクニックの構築は難しいと思っています。ただね、これ、言いたいのはですね、まあ、これはもうほとんど一般の方のための講義なので、例えば1万人か10万人に1人の天才がいたとしたらですね、これはまた話が別ですよ。天才は ちょっと置いときましょう。私たち凡人はやはりこういう基礎的なことをこう一つ一つですね、構築していかないと、やっぱり本当にうまくならないと思ってますので、一緒に、まあ、研究していきましょう。皆さんの中で逆にこう、先生こういう方がいいですよとかいういいアドバイスがあったら、私がいただきたいぐらいなんですね。お互いに、まあ、そのギターテクニックをですね、向上させることをいろいろ考えていけばいいと思うんです。まあ、左手はそういうことでしょうかね。あと何かないかな。まあ、あとはですね、今度は右手と左手のことになるんですけど、これはまあ次回にしましょうか。大事なことはシンクロナイズです。例えば、まあ一つだけちょっとやっておきましょうか。This is last things. Last thing for today. 例えば、ミーファー、ミーファー、ミーファー。これはね、タイミングが合ってないと、ミーファ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 奥でしょ。セットアンドリリース、セットアンドリリース、セットアンドリリースね。左手はね、これと右手は、まあ、IM でいきましょうか。 IM でこれとこちらの、これがタイミングが合わないといけないんですよ。シンクロナイズ。意外に難しいですから、これ皆さんちょっとトライしてみてください。ミファ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 ミ、ずっと右手と左手がね。で、面白いのはですね、こちらを動かしているのは、右手を動かしているのはこちらの頭ですよ。左側の脳が右の指を動かしてて、左の指は右側を動かしてますから こっちとこっちが。こっちを動かしてるのはこっちの、どうなのかな。だから Right hand is used by left brain and left finger used by right brain で、ここでね、頚椎のところでクロスしてるそうです。ここでクロスしてこちらを動いてる。だから、まあ、例えば僕は脳梗塞になれば、こちらの方は頭やられれば、こっちが動かないですね。こっちの頭やられれば、こっちが動かないです。だから、ここで、まあ、通信がここでクロスされてて、動いてるらしいです。これは、まあ、脳科学的な話ですけどね。だから、このタイミングを合わせるということですね。あるいは、ファーソーファーソーファーソー。あるいは、一発音によるこのタイミングですね。ということですね。Please try this. そんなところですけど、皆さん何かお聞きになりたいことありませんか？ Well, I'm going to finish. Are there any question? Do you have any question? ¿Quiere preguntar algo? まあ、これは僕の、見解なので、こんばんは、連日出家で。すごくためになりました。いや、もう、ギター教室上がったりですから、今。
もう私のギター教室はもうコロナでもう完全にアウトです。何もすることがないよね。だからこういうネットで、こういうふうなレッスンをしてもいいかなと思ったりしますけどね。ただ、個人的にやる方が本当はいいんでしょうけどね。本当は個人個人で、こういう形のレッスンができれば。おそらくね、だから私が思うのは、今回のコロナはですね、まあ、昨日もちょっと大げさな話したんですけど、世の中が変革していくのは、いろんな、まあ、危機ですよね。その都度人類っていうのは一つ乗り越えて次のステージに入っていくらしいですから。で、今回のコロナもそうだと思うんですけど、これと同じ話が、だから前回はペストだったらしいですね。で、ペストが流行したために、当時のキリスト教の政治、キリスト教支配社会が壊れて民主のものになって勝ち取ったという話らしいですから。だから今回のコロナももしかしたら社会環境がこれからですね、社会変化が起こるんじゃないかなと。まあ、どちらにしても私たちは今もう真っ暗ですから落ち込んでばっかりいますけれど、ただ次のステージに行くなんかステップじゃないかなと思いますね。特に、まあ、IT に関しては、私はもうかなり初めからこの IT をやってたんですけど、賛否両論ね、いろいろあると思いますけど、これからの世界を変えていく、意識改革をしていくのは、やっぱり IT じゃないかなと思います。それで、私たちはやはり自然環境に対してですね、やっぱり横暴すぎて、やっぱりバイオレンスだったと思いますね。環境破壊をして、少しこれで、目が覚めればなと思います。で、こういうクラシックギターっていうのは音が小さいでしょ。音が小さくて手作りな音楽ですよね。僕はこういう音楽こそが本当の音楽だと思ってて、もちろんその大衆ですよね。ピアノとかオーケストラとか、大勢の人たちが集まって演奏する、もちろんそれも素晴らしい音楽だと思いますけど、こういう非常にこう個人的なものですよね、クラシックギターって。で、タレガの、昔のイラストがあって、タレガが弾いてる周りでね、10人ぐらいの弟子がこう耳を傾けながら聴いてる、写真があったんですけど、まさに音楽はそれじゃないかなと思いますね。非常にこう個人的なというか、なんていうんですかね、もう密接な人間関係というか、そういう中で奏でられる音楽っていうのがやっぱり本当の音楽じゃないかなと思います。Show left hand nail please. Today's my nail is too long and I wanted to leave the nail more short. ちょっとあれかな。ちょっと長いんです、今日は。ここ数日なのでだいぶ楽に弾けるようになりました。とても参考に。いいと思いますね。次回はまたうんちく語りたいと思います。何を語りたいかというと、僕の音楽信条というか、ギター信条というのは、やっぱり音楽が一番です。で、もちろんそのためにギターが好きなんだけど、やっぱり、なんていうかな、ギター技術というのを皆さん向上させたいんでしょうけど、どっかで音楽を忘れてはダメなんですよ。どっかで音楽を忘れてはダメなんです。このことに気がついてほしいですね、皆さんね。共にね。で、音楽性が向上すれば、
技術がついてくるというのが私の考えです。あ、レフトハンド、レフトハンド。Why? Nails of left hand. Okay, now I understand. I cut very, very short. Sometimes I ache the finger. Okay. Okay. 皆さん終わりにしたいと思います。11時52分になりました。ありがとうございます、皆さん。中村さん、ありがとうございます。それから、補正さんいるのかな、ありがとうございました。 Thank you for all audience and I'm going to finish, okay? And I'm very, very appreciate for coming my poor broadcasting. YouTube レッスン、知り合いのロシアの学生もたくさんしてますね。これから主流になってくるタブレットとパソコンで先生の会社の会議みたいに、ありがとうございます。いえ、とんでもないです。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、先生はですね、ケンキチ27さんね。はい。皆さん、おやすみなさい。Good night. Have a good day.And have a good holiday. 良い週、良い日曜日を。